マリア2世は、ブラガンサーサのポルトガル女王。全名は、マリア・ダグロリア・ジョアナ・カルロータ・レオポルディナ・ダクルス、フランシスカ・ザビエル・デ・パウラ・イジドラ、ミカエラ・ガブリエラ・ラファエラ・ゴンザーガで、教育王と呼ばれる、ブラジル皇帝・ペドロ2世の姉である、マリア2世と、ポルトガル憲法を描いたリトグラフ・ポルトガル宮廷の、ブラジル亡命中の父・ブラジル皇帝・ペドロ1世、母の皇后、 マリア・レオポルディナの長女として、リオデジャネイロで生まれた、新大陸で生まれ育った最初で、唯一のヨーロッパ君主であろう。1821年、リオデジャネイロからリースボンに帰還したポルトガル王女ン6世が、没すると、ブラジル皇帝ペドロ1世に、ポルトガル王位継承権が生じたが、ブラジルが離さず、ペドロ1世は7歳の長女マリア・ダグロディアを、ポルトガル女王と宣言した。これが、 マリア二世である。マリア二世は在ブラジルのママおじのドン・ミゲルと婚約したが、1828年にオーストリア外遊からポルトガルに帰国したミゲルは、マリアを無視して王位を戦勝。ポルトガルは、マリア二世とミゲル一世という二人の国王が、並立する事態となった。外遊中に、オーストリアの最初、メッテルニヒの君頭を受けたミゲルは、 絶対君主として極端な保守反動政治を行った。これに対抗して自由主義の立場に立つペドロは1831年にブラジル皇帝位を5歳の長男ペドロ2世に譲り、1832年に軍を率いてポルトに上陸。ここにポルトガルは2人の兄弟が相争うポルトガル内戦に突入した。 パルメラ公爵を中心としたペドロ派は1833年7月リスボンに入場。若き女王マリア2世も9月にリスボン入りを果たした。内戦は1834年、ミゲルの敗退に終わり、ペドロも同年に死んだ。同年9月、ポルトガルのコルテスは15歳のマリア2世に国王権力を正式に移上した。同時にマリアとナポレオン一世の養子、ウジェーヌ・ド・ボアルネの長男。 ロイヒテンベルク公アウグストとの結婚を承認した。しかしアウグストは、翌1835年3月に25歳で、病死した。マリアは1836年4月、ザクセンコーブルク号多公子フェルデナントと再婚した。女王の治世下、先の内戦で活躍したコスタカブラル将軍が長く、独裁的な権力を振るった。1846年北部で発生した反乱は、 リスボンの政府を脅かしたが、翌年スペインとイギリスの軍事介入により収束した。1851年には、サルダーニャ将軍が、クーデターによって、実権を掌握。正常は、比較的安定する。1853年11月15日に、リスボンで崩御。マリアの長男ペドロ5世が、ポルトガル王位を継承した。最初のオットロイ・ヒテンベルク皇はウグストとの間の、 子供はいない。二番目の夫フェルナンド二世との間には7男4、女が生まれたが、4人は誕生後間もなく死亡している。ありがとうございます。